皆さんこんにちは、フィールディ&管理栄養士の布目です。それではですね、引き続き、ハンドボール日本代表の石舘選手、石舘さんをお迎えして、トレーニングとかのね、お話とかいろいろと聞かせていただきましたので、今回は、栄養についてのお話を、お聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。やっぱりハンドボールって、すごいお話を伺ってて思ったのが、もうコンタクトスポーツなので、すごく体がしっかりしたタフな体を持ってないとダメじゃないですか。だったり、あと集中力もいりますし、瞬発力もいるし、それでいて持久力もすごく必要な競技だと思うんですけれども、そういったものを踏まえても体作りというか、体が資本だと思うんですよ。普段とかお食事で気をつけてることとか、栄養で気をつけてることとか、何か意識してることがあったら教えていただきたいんですけれども、いかがでしょうか？私が意識してたのはあんまりあれなんですけど、美味しいご飯をたくさん食べるっていう、とにかく食べるっていうことを結構意識してた。気をつけてたんですけど、本当に私の場合は体重が全然増えないタイプというか、頑張ってもあんまり増えないタイプで、大体ハンドボールの練習すると1回2キロぐらい落ちるんですけど、なんで1回で2キロぐらい落ちちゃうんですよ、私は。で、それを回復するのにいっぱい食べないといけないじゃないですか。だからもうそこに戻すのに精一杯で、増やすっていうことは全然できなくて、で若い時から結構細かったから、それじゃ世界で戦えないって言われ続け、で体重を上げなさいって言われ続けてたんですけど、なかなか自分でやってても上げれなくって、でそれこそプロテインを飲み始めてちょっと安定するようになれたぐらい、すぐ痩せちゃうから、プロテイン飲み始めてやっとフラットになれたっていうぐらいが、22から28、30ぐらいまではだいたいずっと同じ体重だったんですよ。ずっと同じ体重でやってて、で日本代表でチーム全体として東京大会までに4キロ。平均で4キロ上げようっていう目標がバン出されて、そのための食事チェックとか、そういうことを具体的なそういうアプローチが始まって、そこからかなり食生活に意識して、で本当に食べれる時に食べるもうお腹空いてる時がもう1日の中で1回もないぐらいずっと食べてるみたいなぐらい、もう本当に食べて2年こんなにずっと上げれなかったのに、2年で4キロ 4.5 ぐらい上げました。なるほど。すごい今の話出て、結構私ラグビーとか水球の選手のお食事とか、そういう栄養相談とかサポートさせていただいたことがあるんですけど、本当にまさに同じことをやってて、体重が減っちゃうんですよね。消費エネルギーがそれだけ激しいとすごいと思うので、減っちゃうって言ってて、やっぱりお腹をすくう時間もできるように作らないように、こまめにずっと食べるって言ってて、そうなってくると1日のうちにどういう感じですか？食事としては何食ぐらいで、補食とかどういう感じで取られてたんですか？5ぐらい。1日5食。5食ぐらい。朝食べて、朝練習行って、昼、その練習後にプロテイン飲むじゃないですか。で、お昼ご飯食べて、で、次の練習、私たち今いるチームは夜なんですよ。なんで、お昼ちょっと休んで、で、練習行く前に食べて、で、3時ぐらいに1回ちょっと入れて、5時ぐらいにもう1回食べて、練習行って練習後食べる。なるほど。それ12345か4か5くらいです。皆さん結構それぐらい食べるのがもう普通って感じなんですか？なんで結構その、まあ、仕事してる子たちはそこ補食でどう頑張るかっていうところですよね。ゆで卵とかチーズとかまあなんかそのサラダチキンとかそういうのでどれだけ稼ぐかっていうところです。なるほど。すごいですね、やっぱね、そうですね、補食ね、なるほど。そうすると、石舘選手はもともとは、そんなにたくさん食べられる方ではないですか？もう全然食べられないです、私、全然食べれなくて、その1回に本当にいっぱい食べるっていうのがすごい難しい体質っていうか、すぐお腹いっぱいになっちゃうんですよ。なんで、お腹いっぱいになってもう食べれないっていう状況から、もう一個こう、その、あげるときは、もう一個頑張って食べて、で、プラス、でも逆に、お腹すきやすいはすきやすいんですよ。その、食べれる。燃費がいいですね。そうそう、燃費がいいのかな。そうね、食べたい、すぐお腹いっぱいにもなるんですけど、すぐお腹すいたっていう感じなんで、そのお腹すいたのタイミングでもうすぐ食べるっていう感じにしてました。なんかまあ先ほど前回とかの話で、そのシーズン前とか筋肥大の時期とかシーズン中とか そのまあトレーニング分けたりされてるとお話あったんですけれども、なんか食事とかはなんかその辺変化があったりとかってするんですか？そうですね、まあ、基本的にはそんなにないんですけど、試合前はやっぱこう油物とか、その消化しづらいもの、食物繊維とかってこう体にいいけど消化しづらいじゃないですか。なのでそういうのが多いものはあんまり取らないようにして、タンパク質と炭水化物多めのこうエネルギー中心の食事とかにはしてました。なるほど。なんかその例えば験担ぎじゃないですけど、そのルーティン的に試合の前はこれを食べるとか、なんかそういったものとかありますか？なんかそんなにないです。なんでかっていうと、それを作っちゃうと海外に遠征行ったりとかすると絶対に手に入らないものがあるんで、なんかあんまそれはしないようにしながら、まあでもなるべくこうご飯とか、結構パスタ好きなんで、そういうその炭水化物はちゃんとガッと取るような感じでした。本当に理にかなってますもんね。やっぱり炭水化物って本当にエネルギー源なので、やっぱり試合前ってたくさん取んなきゃいけないし、試合の日もね、結構取んなきゃいけないと思うので、試合の、当日とか、あれですね、ハンドボールの試合って、前半30分の休憩とかインターバルが15分。15分です。で、また後半30分。その間のその間の15分の休憩の時って、栄養補給っていうか、なんか水分補給含めてどんな感じにされてたんですか？ゼリーで補ってました。水分はその休憩にならないと取れない。いやいつでも取れます。コートの外に出れば。ハンドボールって結構変わったスポーツ、ここ変わってるねって言われるんですけど、審判とかに言わなくても勝手に変わっていいんですよ。いつでも。そうなんですね。そうそう、何も止まらなくて、時間も止まらないし、勝手にこう好きなタイミングで変われるんで、そこで変わったらまあ飲めるし、タイムアウトも3回取れるので、その時に飲めるって感じです。スポーツドリンクとかやっぱ飲むんですか？スポーツドリンクはクエン酸が入ったスポーツドリンクを飲んでました。なるほど。今その海外でっていうお話があったと思うんですけれども、ハンガリーの方でもご活躍されてたということで、そのハンガリーにいた時の食事ってなんかどんな感じなんだろうってすごくお聞きしたくて、結構やっぱり文化が違って、ね、手に入る食材とかも違うじゃないですか。その辺どんな風にされたんですか？でも全然なんか自分で作ってたんで、基本的にはなんで一応なんで全然その特別変わったものは全然食べてなくて、朝パンとシリアルとヨーグルトと食べて、で昼はこれ絶対パスタが好きだからパスタを食べてたんですよ。で、夜はだいたいご飯を食べるようにしてました。ご飯を買って、ハンガリーって結構ご飯とか売ってるんで、安く。なんで、白米を炊いて食べるように、はい、1日1回はご飯の食事をしてました。なるほど。私やっぱ肉が多かったりとか。肉多いです。肉、日本だとこう薄切りの肉とか売ってるじゃないですか。はいはい。で塊なんですよ、結構ドンっていう肉ばっかりなんで、はいはい、それをこうジャーって焼いて食べたみたいなワイルドに食べたりしてました、結構。そうですか。うん、じゃあまあ日本ご飯食べれたらあれですか、そこまで日本食恋しくとかもならず割といけた。そうですね、なんか恋しくなったのはお寿司とか、ハンガリーこう。海に囲まれてない島なんですよ、内陸の島なんで、結構こう新鮮な魚がないので、お寿司、美味しいお寿司と、あとはなんだろうな、なんか粉物とか恋しくなりました。まあ別に作れるんですけど、なんかソースとか違うじゃないですか。だからなんか結構そういうのが恋しくなってた気がします。あと納豆かな。私合宿で納豆食べ過ぎて納豆食べれなかったんですよ。でもハンガリーって3年間食べないじゃないですか。そしたら納豆食べたいってなって納豆が食べれなかったら克服して帰ってきました。すごいですね、それは。なんか好き嫌いとかはあるんですか？好き嫌い結構ありますよ、私。おからとか苦手。おから、そんなにおから出ないって言われるんですけど、でも嫌いなんですよ。おから苦手なんですね。なんか白あえとか結構苦手なんで、苦手なもの結構多いです。大豆製品に。なんか大豆変化系が嫌いなんで。逆にお好きなものって何なんですか？餃子？あ、餃子。餃子めっちゃ好きです。お酒は飲まれるんですか？お酒も飲みます、飲みます。そうなんです。餃子とビールとかハイボールとか。ビールはあんま飲めないです。あ、そうですか。そう。まあいつもすごくハードな練習を常にされてるので、疲労が溜まったりとか、結構そのやっぱ体調も崩しやすく、まあやっぱり一般的にはなりがちな状態ではあると思うんですよ。やっぱりそれだけ激しく動かれてるので、なんかそうどうですか、体調やっぱ崩される時とかってあって。私こうめちゃくちゃ体調崩しやすくて、1年に1回か2回は絶対熱出して寝込むっていうのがステータスだったんですけどグルタミンを飲み始めてから全然大丈夫になりました。あ、本当ですか？本当にすごいですね。いやもう本当に全然やっぱね、エビデンス的にもグルタミンってやっぱりそうですよね。はい、疲労の後の練習とかなどの飲むと免疫力の向上につながるので、そうなんですけど、それを聞いて、それこそビレジェンドさんのグルタミンを飲み始めて、それから2、3年ぐらい多分熱出してないと思います。すごいですね。本当にそれはもう自分でもびっくり。あ、そういえば熱出してないみたいな感じです。あれですか、どうやって飲まれてました？飲み方ってどうされた？プロテイン入れて。プロテイン混ぜて。なるほどなるほど。すごくいい飲み方だと思います。やっぱなんか味噌汁とかには入れれないんですよ。そうですね。私も若干それは抵抗ありますね。抵抗あるんですよね。だからプロテインにしか入れられないんですけど。なるほど。乳酸菌も入ってたんで、そうですね。確かにいいと思います。お通じも良くなりますよね。そうですね。やっぱり乳酸菌が入っているので、腸内環境の改善とかにもいいと思うので、それはあると思いますね。それもあるなっていつも感じながら。そうなんですね。ありがとうございます。そうです。いや、こちらこそありがとうございます。まあ先ほどその体重コントロールのお話があったんですけれども。何かその今まで栄養指導とかを受けたりとか、そういったことであったんですかね。そうですね。代表の方で、他社さんの栄養指導がに入っていただいて、それでかなり変わりました。やっぱ栄養指導をしていただいて、でチェックもしてもらって。でそういう具体的な取り組みをして変わったんで、例えばなんかその具体的な取り組みとして、うん、なんか特定の栄養素とか、なんかそういったものを指定されたりとか、そういったことってあったんですかね。タンパク質の数を、数っていうかタンパク質の 5g を1つの丸にして、この朝食と昼食と夕食で1日の中でどれだけ取ったかをチェックするっていう、チェック方法を何ヶ月かして、でどこで足りてなくてどこでもうちょっとこう加えれそうとか。この補食がどこに入れそうかみたいなのをこう具体的にやることで、最初は本当に全然足りなかったんですけど、まあ言うじゃないですか、その体重の2倍ぐらいって。でハンドボールのその運動量とかも測って自分に必要なタンパク質の量をまず最初に調べてもらって。でそれ以上をっていうことで、最初全然足りなかったんですけど、やったらあここが弱かったんだとか、大体はまあ朝食が弱いんですけど、朝食にもっとタンパク質入れれたなみたいなのを気づいて、でそれがなくなっても結構なんか。あ、この食材だったら丸1つとか、なんかそういうのをやってすごい変わりました。それは大きかったです。あとはもう1つは、体重、毎朝体重チェックして、昨日の体重よりも増えてないこと、あちゃちゃ減ってないことで、増やしてる時期はもうどんどん上げて、どれだけ上げれるかっていうところだし、まあキープになったらここまで戻すっていうか、減ってたらすぐにその日のうちにリカバリーして、次の日に持ち越さないっていうのを結構意識してやってました。タンパク質って、まあ、普通の方ですと、日本人の食事摂取とかでも大体自分の体重かける 1g、60キロしたら 60g なんですけど、やっぱアスリートってなるともっと増えて、大体その 2g ですね、体重 1kg あたり 2g で、60キロの人でしたら 120g ぐらいの量になると思うんですけど、それも実際に実践されてて、でやっぱあれですね、その可視化して、そうやって自分でチェックすることによって、意識もしますし、それでなおかつね、そういってもう習慣がね、そういうつけなくても自分で大体どれぐらいの量を取ったらそれが足りるのかって分かるようになったって、やっぱすごく意識高いなってすごくいいなと思いますね。体重がその平均でチームで4キロ減らすっていう目標があったって先ほどお聞きしたんですけど。私もスポーツしてるんですけど、個人競技しかやったことがなくて、その団体競技じゃないですか、ハンドボールって。でしかもチーム全体の平均が良くなってなると、本当みんなで頑張るみたいなじゃないですか。でその時にもちろんそのついておられた管理栄養士さんの方も、まあチェックとかね、見てもらうと思うんですけど、なんかチーム全体、みんなとその周りの選手たちも、なんかその辺ってどんなふうにお互い、なんですか、励まし合うじゃないですか、その辺ってどんなふうに。ほんと、まずその個人戦でやってた時は全然気にしてなかったんですけど、チーム平均って言われた途端、やば、自分が頑張らんとチームに迷惑かけるっていう意識がやっぱ働くんですよ。だからもうやらないといけないみたいな感じにすごくなったのは本当に覚えてますね。なかなかいい作戦です。いやだからチーム平均って言われたら互いに言い合えるし、頑張ってないって言えるし、なんかそのチームってやった方がやっぱ私はすごい良かったですね。なんかそれいいですね。同じ目標に向かってっていうところがそのね、プレーとかそっちだけじゃなくて食事も一緒にって確かに。すごくいいですね。そうですね。あとはなんかその代表の時は、まあこう食堂みたいなところでみんなで食べるんですけど、私なんか本当増量組なんで、もう最初に食事に最初に来て最初に食べ始めて最後まで残ってるみたいな感じなんですよ。もう食べるゆっくりなんですね。じゃあ食べる違いますよ。私めっちゃ早いんです。食べるの早いけど、人の倍ぐらい食べないといけないから。もう全然終わんないんですよ。そんでお腹いっぱいになるのも早いから、そっからさらに攻めないといけないじゃないですか。だからもう一生食べ終わらんって思うぐらいこうずっと食べてるんですけど、その時もやっぱそういう増量組が何人かいるんで、そう仲間がいるんで、わーっとちょっと頑張ろうって言いながら、お互いにちゃんとこう、マッチ合ってっていうか、お互いに頑張ろう、もうちょっともうちょっとってこう励まし合って、今日頑張ってんじゃんみたいな、なんかそういう会話の中で、そう乗り切れたって感じ。本当に苦しかったです、自分は。なんかやっぱりその食べる量とかってその、まあ、多分皆さんの同じチームの方なんで、練習量とかの消費エネルギーのところはその割と似たようなところかなとは思うんですけど、本当に個人個人のその消化能力ですとかによって、やっぱり食べてもなかなか体重増やせない方っていらっしゃると思うので、だからそういうことですよね。そういうこと。みんな他の方よりも多めに食べないとっていうことですよね。なんでそのぐらいしか食べてないのにその体重キープできるのっていう子いて、まあでもその子たちからしたらなんかね、そんなに食べて痩せてて羨ましいなって言われるんですけど、いや全然羨ましくないみたいな、もう本当食べるのきついんだからみたいな感じだったんですね。確かにそうですね。でもそれ現役引退された後はすごくそれいいじゃないですか。いいですよ、だいぶいいですよ。なんかでも本当は現役引退して1ヶ月ぐらいで4キロ落ちたんですよ。でなんか体重キープするのって、やっぱ本当努力しないとダメだったんだなって今すごい思います。普通の生活しててスポーンってこう落ちてくんで、トレーニングもだし食事も相当頑張って。なんかあそこのレベルにいたんだなーって思います。で今やっぱり食べる量も少なくなってきて、無理しないで、頑張りすぎない、腹八分みたいな感じで。いいですね。そうです。なんか羨ましいですよね、本当ね。全然。